안녕하십니까. 이렇게 뵙게 되어서 반갑습니다. 제가 첫 번째 질문, 코로나 상황에 관한 질문에 대답 드리기 전에 오늘 진행 언어에 대한 저 자신의 생각, 사고를 간단하게 말씀드리고자 합니다. 저는 일본에서 1951년에 태어난 지가 70년 정확히 지났는데, 이 사이에 계속 일본말로 생활을 해왔고, 교육도 일본말로 받았고, 그래서 제그 모호가 일본말이 되었습니다. 일본어로. 그것이 과연 바람직한 일인지 하면은 다른 사고도 있을 생각도 있을 수가 있는데, 많은 디아스포라에 있어서는 이것이 현실이다. 우리가 인정해야만 하는 현실이다. 그러니까 모오하고 모국어가 말하자면 분열되어 있는 상황. 그것이 내 생각으로는 디아스포라의 하나의 특징, 1세대, 2세대 디아스포라의 하나의 특징이라 할수 있어요. 물론 일본어가 우리 민족에 대해서 그냥 외국어다 고할수 있을 뿐만 아니라, 이것이 과거 식민지 시대에 우리 민족의 모호인 조선말을 억압해서 배척해서 간제적으로 우리의 강요당한 말이다. 식민지 지배를 받아온 사람들의 역사적인 흔적이라 할까, 산처라 할까, 그런 의미가 있습니다. 그래서 그것이 극복해야만 한다는 생각에는 일리가 있고, 힘든 노력을 해서 우리 모국어인 조선어로 이 얘기도 하고 글쓰기도 해야 한다는 사고에 대해서 저는 반대하는 조치가 아닙니다. 제일 조선인 문학이라 할 때는 국내에서 보면은 일본말로 문학 활동하는 사람들, 국내의 문학하고는 또 다른 영역 외에 있는 일본에 있는 외국어 문학의 한 전류, 이렇게 분류될 수도 있어요. 근데 그것이 디아스포라의 저지로 볼 때, 입장으로 볼 때는 바람직한 일인지 하면은 저는 조금 다른 생각이 있습니다. 국가나 공적인 기관이 번역을 주징할 때는 자신의 나라의 모국어를 확장시키고 하는 그런 문화적인 활동, 문화적인 홍보, 그런 뜻이 있을 텐데, 방향을 바꾸고 생각하면은 지금은 벌써 모어가 외국어가 돼버린 디아스포라, 일본말, 영어, 러시아어, 중국어로 표현하는 조선인, 조선민족의 문화활동도 자신들의 민족의 문화활동의 일부다, 일환이다. 이런 폭넓은 사고가 필요하지 않을까 하는 것이 제 생각입니다. 그래서 국내 여러분에 있어서는 일본말로 이야기한다, 아니 글 쓰고 있다 하더라도 이것이 이 사람이 우리의 겨우다, 우리의 결례다, 이렇게 생각하시고, 다른 언어로 하고 있는 문화활동도 자신들의 민족의 하나의 확산 과정, 발전 과정에서 생긴 현상이다, 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다. 이렇게 생각할 때는 앞으로 더욱더 이런 3방향적인 두 가지 방향에, 그러니까 국외 디아스포라의 국내를 향해 발언하고,
또 역방향 이런 그 번역을 앞으로 국내에 여러 분이 의식적으로 추진시켜 주시면 하는 마음입니다. 앞으로 그렇게 하기 위해서는 저는 오늘 의도적으로 지금 여러분이 듣고 계시는 이 전도로는 저는 우리 조선으로도 의사소통 할 수가 있는데 그래도 중요한 항목에 대해서는 오히려 의도적으로 일본말로 말씀드리고자 합니다. 그렇게 양해해 주시면 좋겠습니다. 그러면 첫 번째 질문에 대해서 일본말로 지금부터 말씀드리겠습니다. で、そういうことに対して私は自らの生命に対する無主権状態、主権がない状態というふうに話しております。そういうふうに考えています。私自身はその渦中にある人間としてできるだけ冷静に事態を見極めてですね、願わくば将来においてそうした証言となりうるような作品を残したいと。そしてディアスポラ文学ですから、それをこうディアスポラという視点から文学にしてみたい。で、それをこう国内の方々はもちろん在外のディアスポラの方々にも伝達していきたい、そういう気持ちを今持っております。私の人生がですね、ディアスポラ的であるというふうに、自己規定、自分自身でそういうふうに概念規定したのは、およそ1990年代に入ってからですね。やっぱりその自分と同じような立場に置かれている人々が全世界に存在しているということをどういうふうにこう考えるのかという問題が抜け落ちるということを思ったからです。非常に大きな契機となったのは、エドワード・サイードの活動、あるいはその他、パレスチナ人をはじめとする世界のディアスポラたちとの出会い、対話というものを通じて、しかし、そこで問題になるのはですね、やっぱりそういう私が母語である日本語で表現をしているときに、それにアクセスできる読者は、主として日本語話者です。つまりそれは、我々ディアスポラ同士が共通の問題を抱えているにもかかわらず、そのことを分かち合うというふうなことが、非常に難しい。それぞれ壁によって孤立させられているということを表しています。で、私の表現では自分にとっての芸術は地下室の窓である。で、そのために私の代表的なといいますか、出発点になった作品は、日本版ではこれですね。私の西洋美術巡礼。その時代、つまり1980年代の前半ですね。私は兄が2人政治犯として韓国の監獄にいて、で国内では関中オイルパレルが起きた、直後、2、3年後で、そして韓国社会はまだ民主化されていない。チョンドゥファン軍事独裁政権のもとにあるというふうな時に、ようやく初めて念願が叶ってですね、ヨーロッパへの旅行に出たわけです。どれだけ多くの、人々がですね、過去の歴史においても、苦しみ、悩み、しかも戦いしてきたのかっていうことを、美術の中に発見するというふうな、旅になったわけですね。それからもう一つだけ挙げますと、ディアスポラ機構という本がありまして、全世界って主にヨーロッパとアメリカですが、を旅行しながら出会う人物とか美術、音楽、様々な文化的事象を私のようなコリアンディアスポラの立場から見たらどう見えるか。ディアスポラという言葉を
私が自分なりに概念定義して使い始めた、まあ、中心的な著作ということになります。国とは国境に囲まれたある領域のことではない。血統や文化の連続性という観念に突き固められた共同体のことではない。それは植民地主義やレイシズムが押し付けてくる全ての理不尽が起こってはいけないところのことだ。私たちディアスポラは近代国民国家時代の遥か彼方に真実の国を探し求めているのである。で、私自身について言うと、その中で、まあ、私が先ほどご紹介しました高校時代に書いた詩はですね、もちろん日本語で書いてるわけですけども、まあ、自分はもうこれ今後こういうことはしないということを後書きに書いてあって、なぜならば日本語で表現することの限界が自分には見えるからだというふうに書いています。パール・チェランがですね、まあ、ユダヤ系ですから、ナチスドイツによって弾圧をされて、本人も収容所生活をしますけれども、まあ、両親もそれで亡くなると。しかしその彼がそういうことでありながら、なぜドイツ語で詩を書くのかという問いにさらされるわけですよね。つまり自分自身の母語が、いわば自分を排除したり抑圧するもののだけではないですけど、の主たる言語である。で、そこに私は、まあ、なんて、僭越な話ですが、自分との類似性を見ました。で、それはおそらくその一つの言語世界の中で、私の場合は日本語という言語世界の中での内部の他者ですよね。また逆に言うと、韓国の読者から見ると、韓国という言語世界の中で、日本語を使いながら、同時に自分たちが、まあ、部分的にであれ共感できる表現活動をしている、他者ということですよね。一つはプリモ・レーヴィのアルゴンっていう短編、これは周期律表という、チュギュール表っていう本に収められています。ディアスポラっていうと、狭い範囲で考えると、その例えば難民とか移民とか移住者とか、あるいは一つの社会の中の少数者というふうに限定して考えがちですけど、そういう存在の歴史的由来というものをですね、しかも人間たちの豊富なエピソードを交えて語っている優れた作品だと思います。もう一つはエドワード・サイードの遠い場所の記憶、自伝っていう、自叙伝ですね。で、まあ、非常に面白いのは、エドワードという名前がですね、とてもイギリス的で、サイードという姓が、名字がですね、とてもアラブ的で、エドワード・サイードという名前自体が、自分はそれ、馴染むのにですね、まあ、50年ぐらいかかったということを書いているところから、この自伝は始まります。これは非常に在日朝鮮人の経験とも実は非常に通底していてですね。で、キョンシクという名前は日本社会ではとてもアウトプレイスな名前で、だいたいキョンシクという発音ができませんね、日本の方々はね。キョンシクと言いますよね、言える場合でもね。まあ、そういうこうズレというか、場違いさというものがディアスポラという存在の一つの、まあ、特徴的な側面であり、で、それは実は非常に大きな政治的な背景から出てる。で、それをこう、そういう心理のひだっていうか微妙なところにまで入ってですね、非常にこう、わかりやすくっていうか、生き生きと描いているのがサイードの自伝です。まず最初に挙げたいのは、金門作家の福山っていう歴史小説ですね。朝鮮時代の、まあ、前近代における朝鮮の、その、イデオロギー、政治制度、あるいはその民衆の生活っていうものを、このように、まあ、なんて言いますか、詳しく、しかも、ビニール際にまたディテールを豊かに描くっ
ていうふうなことは、やはりその土地から出てきた文学でないと難しいだろうと。まあ不可能とまでは言いませんけれども難しいだろう。少なくとも自分にとっては難しいというふうに思って。で、二つ目は、ハンガン小説家の、少年が来た、ソニョに産んだんですよね。ハンガン小説家のこの作品の場合は、クァンジオ・ウィルパルという歴史的事実がですね、女性、若い女性、あるいはその後の時代を生きた女性の内面にまでどのようにトラウマを刻んでいるのかというね、そういうこう、非常に現代的でありつつ歴史性のあるような、まあ、視点に一貫しているということを思い、過去の作家ではないけれども、あ、ごめんなさい、現在の作家ではないけど、新ギョンニム詩人のラクダに乗ってっていう詩選集も最近出版されたんですね。で、今もご健在ならぜひお会いしたいと思っていますけれども、あるところで私に会わせてくれる企画があったんですが、まあそれが実現しないままにコロナが起きてしまったので、今どうなさってるかわかりません。まあ、一つは最初に申し上げたように、この現在のコロナ禍ですね、コロナの災いと人類文明の現在というものを、ディアスポラの視点から描くような、まあ作品ですね。それからもう一つは、これは全ての在日朝鮮、全てとは言えないけど、まあ在日朝鮮人の多くが思うことですけど、やっぱり自分自身についての小説をやっぱり書かなければならないというふうに思っております。特に在日朝鮮人は多くの場合かな、わかんないけど、自分の主に母親というものについてテーマにして作品を書くことが多くて、私はアンビバレントな気持ち、自分もそれをしなきゃならないということと、そういう誰もがするようなことはしたくないという、この二つのアンビバレンスに苦しんでいるんですけど、今もその苦しみありますけど。で、まあ、私の考えているそのために必要なことは、とりあえず二つあります。一つはそのような、今述べているような翻訳作業がですね、もっと熱心に、もっと広範に進められることです。そしてもう一つは、やっぱり想像力ですね。絶えず他者と出会いながら、こうでないあり方はないのかとか、この人はどうしてこういうふうに生きているのかということに想像を巡らすというふうな、想像力が要求されるし、というふうに、まあ、より広げる方向で想像力を発揮していただきたい、するようなことを、したい。作家としてはそういうものを書きたいと思っております。それが自分自身の精神的解放である。自分自身を精神的に解放するために必要なことである。というふうに、まあ、申し上げたいと思います。一応ここまでで私の回答を終わります。ありがとうございました。